はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月18日の新月から7月3日満月までの2週間をタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。じゃん。はい、ワンド5の逆とワンド8の逆とソード5の逆、そしてワンドエース逆、ワンド10逆、ソード9逆、運命の輪の逆、全部逆ですね。そして対策や気をつけることはカップの2とソード6とオラクルはカップ5です。そうですか。この2週間でまず気をつけること、相対的に思ってるほど事態は悪くないですよっていうふうに言われています。自分の感情がね、例えばすごい盛り上がってるとか、すごくいい気分だったら運勢がいいとか、すごく落ち込んでるとか気分が悪かったら悪い時なんだと思いやすいかもしれないけれど、感情と運勢はリンクしていないっていうことを今回は言われています。まあ、リンクする時もあるんです、もちろんね。素直に生きてる人であればあるほど、まあ、リンクしてること多いんですけど、今回の天秤座さんは決して運勢が悪いわけじゃない、だけど感情があんまり盛り上がっていないみたいな感じで言われてるような気がしたんですね。っていうのがすごく面白くて、ここが全部逆位置で、ここの大事なところは全部正位置っていうところで、そのなんとなくご自身の中でなんかもうあれこれ頑張るのが疲れちゃったなみたいな、なんかそんな感じがあるかもしれません。もうあっちに気を使い、こっちに気を使い、こっちを立ててあれもしてみたいな、なんかそれでこうバランスをとってやっていくこと自体がはあ、みたいな、なんかちょっと疲れたなみたいな感じもあるかもしれませんし、それがでもそれだけ人のためにこういろいろやってあげて、それが報われたらそれでそれはそれでね、喜びになるんですけれども、なんとなく周りの人が勝手なことばっかり言ってるような気がするみたいな風にこう感じやすいのか、自分がこんなに頑張っていることに対し周りの人は勝手なことを言ってるっていう風に感じやすいのかなって思ったんです。まあ、でもその中でも自分をすごく奮起してこう頑張るぞっていう風に、なんかこう今自分がやるべきことはこれだっていう感覚ですごく頑張ってるんだなっていうのも感じます。ただその頑張りが何かのこう成果としてすぐに出ていないのか、周りからの評価に全然つながっていないのか、なんか自分ばっかりが頑張ってるような気がするっていうところで気持ちが疲れてるのかなっていう感じです。そして少しなんか休みたいなとか、ちょっと時間の配分変えたいなみたいな風に思ってるのかもしれませんね。まあ、実際それはいいと思いますよ。まあ、6月21日以降社会運みたいなところにちょっと光が当たるので、ご自身が、まあ、一人でやっているとか誰かと協力してやっているとか、こうどういう状況であれ仕事運としてはいい感じなんです。で、それはここにも出ていて、状況はちゃんと流れているし、ご自身が思っている以上にちゃんといい方向に流れているんですよっていうことと、あとその他周りの人もちゃんとそれ分かってますよみたいなね、ちゃんと気づいてますよっていうふうに言われているんですが、ご自身はそんなに分かってもらえてると思ってないのかなっていう感じがあり、でなおかつそのなんとなくこう自分が調子悪い時とか気分落ちてる時って、なんか全てがグレーに見えたりするじゃないですか。そんな感じで、あ、タイミング逃しちゃったとか、なんかこううまくいかないなみたいな感じで思うかもしれませんが、そう思ったとしても、じゃあその日はもうそれでいいやってなったとしても、翌日からすぐに変えていくことができるので、その思いをあまりね引きずらないようにしてくださいね。いつでも変えられる。だけどまたなんか自分がなんとなくなんだかなっていう気持ちになりたいだけっていうところで、自分で変えていけますよっていうふうに出ています。でちょっと対策としてなんですけど、やっぱり少し精神的にもだし、肉体的にも体力的に無理してることがあるのかなっていう感じがしますが、どうですか？やっぱここはやっとかなきゃいけないでしょうって言って、まあもちろんね、無理して頑張らなきゃいけない時もあるんですけど、なんとなく
自分の持ち合わせている体力以上のことを頑張ろうとしてたのかもしれません。でそれに対して疲れてる自分にさらに幻滅するみたいな、なんかもうちょっとできると思ったのにみたいな感じがあるかもしれませんが、もうちょっと自分に優しくしてもらってもいいかなっていう気がしますね。もう少し自分に緩く優しくで、いやそんなこと言ってもって思ったとしても、まあこの2週間だけはもうじゃあそれでみたいにしてもいいと思いますし、そうね、まあ最初に言ったように、運勢とか流れとか現実っていうのはさほど悪いわけじゃないんですよ。実際6月21日から仕事運も良くなるし社会運も出てくるしっていう感じなんですけど、なんとなく自分の体調や気分がなんかそこについていってないのかなっていう感じで、でもその体調や気分をじゃあ整えるにはどうしたらいいのかっていうと、本当に超現実的にしっかりとご飯を食べるとかしっかり寝るとか、体を休めるっていう、精神と体をしっかり休めるっていうことをしないとなかなか回復しないので、なんかそれをやってほしいなっていう気がします。そしてここまでちょっと無理して頑張ってきたことも決して無駄ではないのでね、それ全部後々ちゃんと生かされます。今がそれがすぐに結果とか誰かに対してなんか出てないと思ったとしても、全然それは問題ではないというか、全然それは消えてない、自分がやったことは消えてなくって、ちゃんと後からそのことを分かってもらえたりとか感情をシェアし合えるっていうことが出ているので安心してください。ちょっとカップの5を見てみようかな。ペンタクス10の逆とジャッジメントと、はい、とってもいいですよ。やっぱりなんとなくこういろんなことが飽和状態で、一つ一つの喜びを感じにくかったのかなっていう、ああバタバタバタ、あれもこれもこれもって感じで感じにくかったのかなと思うけど、でも十分そこに愛情も価値もあるし、なんか自分がなんだかなと思ってたこともちゃんと復活しますよと、時を経て復活しますよっていう風に出ているので、時を経るまでちょっと待ってくださいって感じかもしれませんね。これはね、復活のカードも出てますし、気持ちも気持ち新たに過去のことにこだわらずに未来を見ていこうみたいな気持ちをすごくすっきりさせて、これまでのことを踏まえてじゃあこうしようみたいな気持ち切り替えているので全然悪くないんですよ。ただなんか現実だけ見ると、あ疲れたなみたいな感じで、もしかしたら少し体調とかが よろしくなかったのかもしれないんですが、そこは自分で自分のことをちゃんとねぎらってあげてくださいね。はい、そんな感じかな。もし人間関係で言うならば、まあ少しこうねエモーショナルになりやすい時なので、こんなにやってるのにっていうよりも、感情をしっかりとキャッチする、自分でですよ、自分の感情をキャッチする、自分が本当は悲しいとか辛いとかっていう感情を感じないままにやることだけやるみたいにこなしてれば大丈夫ってやりがちなんですけど、しっかりその感情を自分で感じてあげる、休ませてあげるとかっていうふうにすると、もう少し肩の力を抜いて、周りの人ともね仲良くやっていけるのかなって思いました。はい、ということでここまでにしておきます。何かしら参考になったよという方はぜひいいねボタンやコメントで教えてください。次回はまた6月末か7月頭に、次の動画をアップしたいと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。